工場二郎工場二郎11月6日から1952年6月3日は北海道出身の海軍軍人。兄の拓南寺は陸軍少将。妹は井上達造の妻で井上成美とは遠赤関係にあった。旧徳島藩洲本城城代稲田や家臣陸軍屯田兵少佐工場修行の次男として北海道札幌市に生まれる。 小学校卒業後上教師、攻撃者を経て、海軍兵学校29期、日露戦争に、香港丸、朝霧り乗組として出生。不装水雷町、村雨駆逐艦長などを経て、1913年海軍、大学校講師11期卒。同年から1916年まで営業、シンガポールに駐在部官として出張。九百十七年第7駆逐隊。 司令、1920年大佐、1921年から1923年、在ドイツ駐在部官、1923年管制本部第三部長、1925年少将となり、同年、第二潜水戦隊司令官、1926年、長野治美の公認として、第一県外艦隊司令官に就任、当時様子交流一期では、 小解石の国民政府軍が、北伐に向けて不穏な動きを見せていたが、これに対し工場は、省と敵対関係にあった、北洋軍閥直霊派の資料、ご配布と提携する一方を、東西地、陳明クルルといった、国民政府軍側の要人とも粘り強く接衝し、同流域における、日本側権益の保護、日本人居留民の安全のために尽くした。また、 1927年の南京事件、観光事件においても海軍側の現地責任者として冷静に南極に対処した。同年艦制本部第二部長、翌1928年第五部長。艦制本部では一貫して潜水艦を担当するなど、当時の海軍内では潜水艦通りとして知られていた。1930年横須賀港省庁、同年中将。 1932年予備役。その後日本製鉄設立役員、北カラ太石油社長などを務めた。与内三政とは同期であると同時に、無二の親友であり、米内と交わした書簡の中には誰にも語ることがなかった、米内の本音を知ることができる。その書簡の一部は、与内三政の手紙で公表されている。AB、日本海軍史、第9巻将官履歴。 大衆人事録東京編、井上達造、人事更新録、第十三版上、工場次郎。日本海軍史では、父の名前は、道夫とある ABC、俗大使会五六義官列伝、工場次郎、与内光つの手紙、官報第5929号、除任及び、事例1903年4月11日、官報第6355号、除任及び、 事例1904年9月3日。漢方第7028号、序任及び、事例1906年12月1日。漢方第8552号、序任及び、事例1911年12月21日。漢方第2539号、序任及び、事例1921年1月21日。漢方第1212号、 除人及び事例1931年1月16日、官報第千8 0 2号、除人及び事例1933年1月4日、ありがとうございます。